堀井美川 TBS のアナウンサー。秋田県川辺郡雄和町出身。秋田県立秋田北高等学校、法政大学法学部卒業。法政大学自身マスコミ講座6期生。大学卒業後の1995年4月 TBS にアナウンサー30期生として入社。TBS 現 TBS 放送センター建て替え移転後の最初のアナウンサーに当たる。 大学時代は数々のミスコンに出場していたこともあり、入社直後からしばらく週刊誌等にその当時の水着写真等がたびたび掲載された。そのため入社当初はどちらかといえばバラエティ系のおちゃらけなイメージが強かった。また、ラジオ番組のアシスタントとしても検討違いの発言をたびたび連発することからメインパーソナリティから 宇宙遊泳として恐れられたり、この女、とんでもねえ女だと突っ込まれることもあったが、結婚、出産を経て報道系の固い番組もこなせるようになっている。近年は番組のナレーションを担当することも多い。1996年、結婚する。1997年、娘を出産。2000年7月、息子を出産。2009年春から、 久米博士ラジオなんですけど担当。2017年7月からは TBS ラジオのニュースデスクも務めている。2020年5月6日 TBS ラジオの赤江玉を玉結びに赤江玉をの代役として出演。博多大吉と番組を進行するのはこれが初めてである。担当中3、放送関係7、アナウンサーの活動記録。 TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月、240ページ。1995.430期生3人、入社、小川智子小島稽子堀井美香。TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、33ページ。 95.430期生3人入社、小川智子小島恵子堀井美香、ハット AB、CDE、TBS の堀井美香3個の発熱で遅刻、上司の出席に、涙堀井美香、私の足跡。ウーマンスマートデュアルプレミアム。日本経済新聞。2020年5月11日閲覧。博多大吉、堀井美香ナの独特すぎる、世界観に困惑しつつも前線。 TBS ラジオ摩結び公式サイト株式会社 TBS ラジオ2020年5月8日閲覧 ABCDEF 堀井美香さん小離れした今も自分時間は落ち着かない堀井美香私の足跡ウーマンスマートデュアルプレミアム日本経済新聞2020年5月11日閲覧2021年4月29日放送 JN 通信は踊る生活は踊るのコーナーより、2016年8月2日、生島博司のおはよう定食、一直線代替出演時に告白。2020年5月6日、玉結び代替出演時に告白。広島カープ、堀井美香の迷える子羊を入りなさい。TBS テレビ、2020年5月12日閲覧。図面を引くよりセットのアイデアをひねり出すときが、 一番面白い長田修太郎さん。久米ひろラジオなんですけど、TBS ラジオ。2020年5月27日閲覧。玉結び2012年10月12日放送分より。なお、この話をしたところ、その日のエンディングで、ホリーンが歌わされることになってしまった2016年5月13日放送の、生活は踊ると玉結びの、 クロストークほかハット ABC、博多大吉、堀井美香ナの独特すぎる世界観に困惑しつつも前線。TBS ラジオ玉結び公式サイト。株式会社、TBS ラジオ。2020年5月8日閲覧。堀井美香博多大吉コンビ、再び。早すぎるパート2の結果やいかに。赤い玉を玉結び。TBS ラジオ。 二百二十一から零七から二十二閲覧。ABCDE3 放送関係七アナウンサーの活動記録 t b s 五十年史資料編東京放送東京放送二千二2年一月二百四十ページ。ホリーミカール大胆。昼間の松尾雄二のピテカンワイド TV 寝る様の踏み絵お天気クジラ王様のブランチハット ABCDE TBS アナウンサーの動き TBS50 年史付属資料ハイブリッド検索編東京放送東京放送2002年1月33ページホリーミカ R 大胆昼間の松尾雄二のピテカンワイド TV ネル様の踏み絵お天気クジラ王様のブランチ TBS ホリーミカアナテレ東限定レギュラー 考えすぎちゃんナレーション担当初回テーマも発表。オーコンニュース2021年10月1日閲覧。小林は同年6月26日も似た理由で欠席しているが、この時の代役は堀井ではなく春風亭一之助だった。また、同年9月25日の小林夏季休暇時の代役は安倍哲子が務めた。 番組自体の初回である2016年4月11日は、本来の月曜日アシスタント、小笠原渡が、マスターズゴルフ中継のため欠席し、ホリーが代役を務めた。伊集院光と、ラジオと、終盤から、玉結び14時代にかけて担当。なお初担当日は木曜日だが、これは、中村直との夏季休暇に伴う代役。スナック SDGs パワードバイみんな電力。 TBS ラジオ2021年5月5日閲覧ありがとうございます。